クス町は、大分県の中西部にある町である。クス郡に属する。万年山松、株山クス町は、大分県の中西部、大分市の西側約6 0トルの場所に位置しており、南部はわずかに、熊本県と接している。町域は、九州山地に含まれており、多数のメサが盆地を取り囲む、特徴的な景観を呈する。町域の多くは、 や場ひたえひこさん国定公園に指定されている。町の中心は久さし大本線文後森駅付近。商店街、大型店、大部合同新聞社クス支局、クス土木事務所などが立地し、クス群の中心となっている。町の北部は、西日本最大の自衛隊演習場である、秘守大演習場が立地している。森神夜、西方炉1601年。 来島長地下が現在の楠町内に領地を与えられ、以後の江戸時代は来島市を藩主とする森藩による統治が行われた。廃藩地県によって森県の県庁所在地となったが、すぐに大分県に編入された。衆議院小選挙区選挙では大分2区に属する。直近の第47回衆議院議員総選挙での選出議員は以下の通り、 大分県議会議員選挙では、本町と九十町とで一選挙区をなす。定数は一人。直近の第18回統一地方選挙での選出議員は以下の通り。小学校、中学校、高等学校もより空港は大分空港、または福岡空港。交通事情の面では劣るが、熊本空港もこれらと空港までの距離はそう変わらない。 文後森駅路線バス高速バスにシシイヤの滝、ありがとうございます。